前回の動画で大技デイズゴーンを見つけて、それをちょっとね、もっと深めていこうと、どんなものなのかということで今回やっていこうと思うんですけど、詳細気になる方はね、前回の動画を見てください。今日はね、大技デイズゴーンをこう発生させていこうと思ってます。通常こんな感じで肩を貸していくときにあるんですけど、裏世界に連れ込む。手を貸してくれ。手を貸してくれ。フランク。お。ダメだった。もうちょっとだったな。だよな、こっち来ねえな。ダメだ、ダメだった。連れ込みできねえわ。ここで割れるわよ。誰かいないか。なあ、来い、こっちだ。こっちだ。サウル世界へ行こう。こっちだ。あそこだ。引き裂かれた二人みたいな。これしか無理や。来れないか。お、行った。こっちだ。わあ。なんか嫌な予感がする。これで終わり？最悪なんだけど。いやね、これ。勘弁してくれよ。なんでアイスホッケーになんねん、ここ。はい、普通にもうマーケットから出たいんだけど俺。外行けんのかな。ショッピングモールは出れない。欲しいな。あ、でも外にいるゾンビ倒せるわ。
まさかこんな安全地帯にいる俺がやられるなんて。うわっ、お、多分行く、まあ、とりあえず一旦外出ましょう。出ましたね。ショッピングモールバイバイ。あ、もう脱出だ。攻撃能力とかあんの？ないわ。外にいるやつ攻撃能力なし。ただぶっ倒せる。外にいるゾンビは攻撃能力がないですね。すげえな、街探検できんじゃん俺。車かっぱらって脱出しようもん。あ、車にもう当たり判定なし。ダメ判定、判定と判定もらえない。近づいた判定。来た。博士、我々に協力してください。安全を保証します。表世界の空気はいいんだ。ここは危険です。騙されるぞ。安全な場所に移動しましょう。得体の知れないお前たちといるよりここが一番安全なんだ。ああ、分かってきた。もう多分どこでも抜けれますね、基本的には。おい、スーちゃん、そうなったら楽しい時間が終わっちゃうからね。なあ、結構強いんですよね、最高ボス的な存在なんですけど。自転車は Days Gone。 すげえ吹っ飛ばされたんだけど。卑怯だなあいつ。あ、Days Gone。 負けた。キモキモいキモくなっちゃった。動けなくなっちゃったもん。どっちがピエロかわからん。何これ。盛大に負けたんじゃないのかな。大負けじゃないこれ。
お、これはいけるだろう、出てるから。当たる。窓から、これ窓だからじゃん、ガラスだからじゃん。当たるわ。倒します。ここに来ちゃうだけね。